やりたいゲームがあるんですよ。なんだよ、リボンなし今日、うん、あ、絶対つまんないやつだわ。もうだから最近アンチひどいんじゃん、つまんないやつだわ。ハードルめちゃめちゃ低め、いや、またげるんちゃうかぐらいハードル低めで臨ませていただきます。どうぞ、企画名どうぞ。英会話伝言ゲーム。うるさい、近所迷惑だから普通に。おめえさっき騒いだろ、この野郎。気をつけよう、これから気をつけて。そう、なんだっけ、何だから、英会話伝言ゲーム。僕が英会話まあその海外に行ったら使うであろう英会話を伝えます、伝言で。おう、で、次の人はその英会話を聞き取って、うん、次の人に回します。だから簡単に言ったら普通に伝言ゲームの英会話、同じ文を言えばいいと。あ、そうで、最終的に余裕じゃんけ、最後の人が英文とちゃんと日本語の訳が訳せれば OK です。だってね、簡単、リボンごときの英語力で話す英会話なんてたかが知れてるし。イズイズベーみたいな話だ。バカにするなよ。ほら、経験しろよって。そうだね、自分の能力じゃないよね、あれ多分ね。ほんとにさ、そうですよ。あ、ってことはじゃあめちゃめちゃむずいわ。やべやべ、くっそむずいわ。バレた。チャンコ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 、楽しい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 、チャンコチャンコチャンコ、ちょっと青チームうるさいね。ちゃんとイヤホンしてください。イヤホンして目伏せといてください、トントン叩かれるまで。めっちゃちゃんとやるやん。やりますっすね。嫌なんですけど。やってください。英会話、いやでもね、本当にね、リスニングテストとかが俺結構得意だったから、まあここは大丈夫。ここはちゃんと情報通り伝えますよ。聞こえてねえわ、もう今から入んない。うるさいな、うるさいな、うるさい、伝言ゲームやるから、うるさいから。There's no room in the overhead bin。 あ、これやばいやつだわ。もっかいもっかいもっかい。There's no room in the overhead bin。 In the overhead bin。 There's no room in the There is no room in order。 よし、あ、わ、ちょ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 、なんだ、見たんだよね、こいつか。やめて。お前やめ、ガチキモい。お前これ ST のパソコンで見るの履歴記録込んだろ。音流すな、お前、音流すな。 There is no room in、 なんだっけ。 There is no room in order toIn overhead on the bin. There is overroom in the people. やったやった。ああ、オッケーオッケーオッケー。There is pardon me pardon me. There is room.It's overhead, it's loop。 うるせえな、うるせえんだよ、おめえ何も聞こえねえ。 Okay? Okay, 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 very good time. Okay. いいね。ミスター、リア充ファッシャー。お前、リア充聞きながらキングじゃない。どういう心境、世界観ごちゃごちゃか。 There is overhead in my roomすごいな、お前。 There is overhead in my room。 There is overhead in my room。 まずこれ英語でしょ。oh。 私の部屋でオーバーヘッドを練習をする。それでいいですか。はい。お、いいじゃん、いいじゃん。来た、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 残念。え、違う。いや、違う、どうよ。もう結構ターンオーダーあったんで、ごちゃごちゃなってた。え、俺の時点で。おめえじゃねえか、先輩。おめえじゃねえ。あ、待って、お前ちょっともう一回言ってくれたら和訳ぐらいは分かる自信ある。ああ、これで割り方だったらもう俺らの勝ち。そうそうそう。 There's no room in the overhead bin。 合ってんじゃん、オーバーヘッド bin。 え、合ってんじゃん。オーバーヘッドは私です。あ、もうダメです、もうアウトです。ルームを部屋じゃなくて家って言ってる時点でもうダメです。
ね、手はずなんだよ。部屋の中でオーバーヘッドを練習する者はいません。違います、ね、違います。これは絶対違う。違います。バカじゃない。まあ、大学受験ゼアーズルーム、ゼアーズノールーム、ゼアーズノールーム、インザオーバーヘッディー。かぶらせてくるよね。いや、こっちの処理してないから、まあ、やめてよ。コメント待て、俺らグループ YouTuber だろ。待て、他の人の発言は。初心者か、お前。オーバーヘッドっていうのは、ヘッドは頭じゃん。頭がでかい。だから、部屋の中では、部屋の中で、部屋の中で、頭をでかいしも入れません。違います。いやまあ、惜しかったわ。惜しかった。惜しかった。There is no room をちゃんと訳さないと。There is no room は部屋に何もないっていう意味ですから。ここには何もないみたいな感じか。そうそう。で、オーバーヘッドは前のとか前方のとか、その目の前のペン、なかったわ。自信なしの途中で。正解は、頭上の荷物入れが満杯です。前方のって合ってるわ。じゃあ前方ではない。いや前方バカだな。上だぜ。マジでいいか。やるしんどい。これはしんどい。ぶないこれ。ぶないこれバイオテロだよこれ。マジで絶対こいつの英語力じゃ無理だわ。本当だよ。自分で調べたらねえわこいつ。ルームは普通部屋で略すでしょうが。それはそれが家でしょ。家ではねえよ。家ではねえぞ。Maybe. まだよ。まだよ。Excuse me. How long before we land? One more. Excuse me. How long before we land? Okay. Okay, you get it? Excuse me. How long we land? How long we land? So, yeah.Excuse me, important. Okay, good. Okay, excuse me, how we long we land? Huh? Pardon me? Excuse me? How long we land? Okay, let's go to see. Thank you. Let's go to see. Okay. Hi. Hi. Hello. Good morning. How are you? How are you? やばいか。そこやめろ。ちゃんと言え。Excuse me. Excuse me. Okay. Many ten place in my heart. 何スマップの歌。Many times in my heart. On my dear. 震えてる。Let's go.何の言語これ、もうやばいな。あ、オッケーオッケー。きたきた、これいけるぞ。オッケーオッケー。え、だからもう、英語でしょ。じゃあまずじゃあ英語お願いします。エクスキューズミーって言ってるからね、まず。エクスキューズミー many times many times in my room in my many times in my heart over there。おー、英語ね。英語、はい。やった、正解。いけるか、これ、いける。やった、やった。じゃあ、日本語訳お願いします。おー、弟子。お前もここにいて、結構、長い。お前はもう十分、もう修行も済んだことだし、そろそろ旅立たれよ。これです。おー、これどういうことか、どういうことかっていうと、エクスキューズすいませんね。で、メニータイム、インマイハート、長い間、もう私の心臓にいた、まあ、これは違約して、もう俺のところにずっといたって、違約しました。そうで、オーバーゼア、もうあっち行け、これはもう旅立つよ、そういうことです。そう、イエーイ、これすごい、イエーイ、これはすごい、残念、なんでなんでなんでですよ、でしょうね、でしょうね、一番最初に聞いたら全部違うね、でしょうね。で、正解は、Excuse me, how long before we run? 全然違うやん、ざけんなよ、マジで。お前何してるの。ヒントは分かった。タクシーで使うことが多いかもしれない。だからこっからディズニーランドまでどれぐらいかかりましたか。時間的にロングって聞いてるから。じゃあキョイさん、こっからディズニーランドまでどれぐらいかかりましたか。マジでいいかよ。はい、どうぞ。こっからタクシー以外で行くにはどんぐらいかかりますか。なるほど。 どういう日本語。それバカだよ。もともとの日本語下手だから。英語を略すとか余計に立ててさあ、まあ土俵に立つな。まあ多分距離的な問題だと思う。じゃあ立つか。
俺は時間だと思う、タイムズ。あ、タイムズ。いや、時間じゃないですよ。タイムズは言って。ハウロングで距離だ。だから、じゃあ距離か。だから、こっからその遊園地までどれくらいかかりますか。一緒よ、それぐらいだよね。なるほど。それでしかないでしょ。それ以外あります。この中、かなり正解に近い人一人います。おお、一人。俺しかいないじゃん。俺だ。たつきさんです。え、正解言う、正解言うと、すみません、あとどれぐらいで到着しますか。クソゲーだな、これ。しょうもねえな。しょうもねえな。クソゲーする、マジで。だから、たつきがめちゃめちゃ近かった。いやいや、これを聞かされて全員分かってないって、ね、一生無理やん。いや、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